皆さんどうもこんにちは。今回ご紹介するのはバトルロイヤルゲームトップ10。バトルロイヤルとは、まあ大半は100人くらいのプレイヤーが孤島に降り立ち、エリアが狭くなっていく中、最後の一人になるまで殺し合うゲーム。そんな作品たちをランキング形式で10作品ほどご紹介していきたいと思います。では行こう。ラジカルヘイツ。80年代の色をピンピンに感じる異色のバトロワゲーム。ゲーム中に手に入れたお金で武器や防具を買って強化が可能。手に入れたお金を銀行に預けることで、なんと次の試合へ持ち越すこともできるといった画期的な設定。しかし本作はローンチ後、接続エラーやパフォーマンス問題などの大量の不具合報告に悩まされた上、建物やエリアなどのほとんどがテクスチャが実装されておらず、灰色のボックスが表示されているだけというクソさ。そのおかげで総数1600ほど投稿されていたレビューの大半から不評の評価を受け、まあ言うたらクソゲー認定され、現在はまあプレイできません。ただゲーム自体は楽しい内容になっており、ただのクソゲーの隅には置けない面白さも存在していました。まず価格が0円なので、プレイしたところで損も得もしないので、まあよし。せめて建物のテクスチャを何とかしていればこの事態は免れたかもしれません。近年ブームのバトロワのビッグウェーブに乗った結果、荒しかないゲームになってしまった本作。80年代風の懐かしい演出や、ゲーム中に負けたとしても次の試合にお金を持ち越せるという他のバトロワゲーとは差別化が図られているゆえに、再びブラッシュアップして再スタートしてほしいゲームです。 H1Z1 バトルロイヤル。150人同時対戦によるバトルロイヤルが楽しめる本作。 本作クソゲーです。視点は TPS、 車に乗れる、課金要素はアバターのみなど一般的なバトルロイヤルゲームのベースを持っていますが、本作とにかく荒が多い。まずグラフィック、プレイステーション2並み。空が常に曇天で、うつ状態の時にプレイしたら死ねるレベルにどんよりしています。ただ H1Z1 っぽくていいが、いかんせんグラフィックがしょぼい。まだマッチングがクソであり、とにかくかそっているので人がおらず、最大150人対戦なのに実際20人前後で始まるものだから、マップを走り回ったりするウォーキングシミュレーターとかすことが多々あります。まるで無料のブラウザ系。ラストマンスタン。本作のプレイヤーは最大100人からなるマルチプレイヤーが見知らぬ孤島に放り込まれ、最後の一人になるまで戦うザ・バトルロイヤルゲーム。本作はもともと有料でしたが、現在は無料プレイが可能。またほとんどのアタッチメントは無料でカスタマイズが可能であり、戦闘面においてはすぐに設置できるシールドや有刺鉄線などが存在し、かなり戦略的な立ち回りが可能。シールドには銃眼がついてあり、そこから銃撃もできるので、どうぞの戦争映画的なシーンを再現できます。なぜ無料で遊べるので、こういったゲームの雰囲気を味わうためにプレイするのも全然ありかと思います。また戦闘エリアがかなり速いペースで狭まっていくため、一度の戦闘時間が短めなのもグッドポイント。かなりテンポがいいゲームなので、気軽にプレイできるゲームだと思います。荒野行動。もともとはスマホアプリとして公開された本作。全世界でユーザー登録数が2億人を超えているバトルロイヤルゲーム。荒野行動では100人のプレイヤーが無人島に集結。ゲームが始まるとヘリコプターからパラシュートで降下し、どのエリアに降下するかはプレイヤーの自由となっており、無人島に降り立てば他のプレイヤーを倒し最後の一人を目指すといったものが本作の内容ですが、まあ完全に PUBG のパクリ。プレイステーションのトレーラーは圧倒的な低評価。ただアバターの数やエンタメ性が非常に高いため、10代に非常に人気な本作。それゆえスマホ版では出会い中が蔓延。以前に小学生と美人のチャンネルが禁忌を犯してしまい、全ネット民が嫉妬したのも記憶に新しいですね。もちろんですが、本作ではチームでプレイすることも可能。ソロとは違いチームで行動するので戦略性は広がりますが、精神年齢が低いパーティーメンバーがいるとかなりイライラさせられます。新武器やアバター、マップ追加など頻繁にアップデートがされているので、常に新しさがある荒野行動。もしかすれば可愛いチャンネルと出会えるかもしれない。パクリなんてどうでもええ、可愛いチャンネルと出会いたければプレイするんだ。クゼインロイヤル。本作は料理器具を防具にするという前代未聞のバカゲー。パンツ一丁で鍋や皿を装備し、お玉で戦う本格バトルロイヤル。パン1で戦場に投入された総勢30人のプレイヤーが対決し、最後の生き残りを目指して戦う基本的なバトロワをベースにした本作ですが、 PUBG ならヘルメットをかぶる代わりに、本作はザルをかぶり、防弾チョッキの代わりに中華鍋をつける。またフライパンは相手に大ダメージを与えられる武器に変化。キッチン用品を装備しているという言葉はまあ綺麗に聞こえるかもしれませんが、実際はただぶら下げているだけなので、見た目はほぼ全裸のようなもの。またメガネの種類によっては銃の精度が上がるなど、他にもネタ的要素が豊富。そんな本作はもともと第二次世界大戦をテーマにした MMO 型の FPS。
エンリステッドのエイプリルフールネタとしてリリースされたネタゲームのようだったのですが、あまりにも受けすぎてファンの声に応え正式リリース。そのため本作もグラフィックがクオリティめっちゃ高いっていうのが逆に面白い。ダーウィンプロジェクト。本作は7つのエリアに区切られた雪山を舞台に10人の参加者が繰り広げるバトルロワイヤル。雪山というマップで10人が生き残りをかけて戦うというところまでは普通のバトロワの設定ですが、本作は普通のバトロワゲームとは一味違う。実はこのバトロワ自体が一つのテレビのショー番組となっています。実はプレイヤー10人の他にショーディレクターという役割が存在。生き残りを目指す10人のプレイヤーは武器を探したり相手の足音を聞いて忍び寄ったり普通のバトロワを繰り広げますが、一方ショーディレクターはテレビ番組を盛り上げなければなりません。試合が面白くないと感じたら様々な妨害をしたり、プレイヤーが特殊能力を使えれるようになる機械を投入したり、かなり新感覚なゲーム。プレイヤー1人に対して集中的に妨害を加えることもできますが、ゲームに参加しているプレイヤーからの評価が下がってしまうので、その点のさじ加減のバランスが成り立っています。一方プレイヤーは立ち回りが重要。従来のバトロワゲームのように足音や銃撃音に気をつけて移動するのは前提ですが、それらを鑑みても本作は敵の居場所を確認するのが非常にたやすい仕様となっています。例えばある参加者が木を切り倒すとすると、そこには木を切った跡が残り、その後を調べると木を切った参加者の距離が分かるといった機能もあり、雪が積もっている部分を歩けば足音は残るし、他の参加者が近くにいると画面上に赤いエフェクトが表示されます。それゆえに本作は一試合がかなりテンポよく進み、プレイヤー側もダラダラとすることがなく常に緊張感を持ってプレイすることが可能。他の作品とかなり異なるもののいい要素ばかりの本作。レルムロイヤル。本作はもともとパラディンズのバトルロイヤルゲームとして開発されていたゲームでしたが、何らかの理由でタイトルを本作の名前とし単体でのリリースとなった作品。ゲームの世界観や要素などはパラディンズからかなり引き継がれています。ゲーム中には自分が所有している不要な装備などは解体し、マップに点在する火事場で素材を使って自分に合う装備を作り出すことが可能であったり、本作はバトルワゲーですがかなりシンプルな作品であり、シューティングゲームが苦手な人でもとっつきやすく、もし戦闘で敗北しても経験値が上がっていることを感じられるゲーム。例えば一度のゲームプレイで負けてしまっても経験値は取得でき、また本作は弾の当たり判定が割と緩いので、とにかくぶっ放しとけば当たる。かなり初心者にも優しいシステムです。さらに本作では倒れたプレイヤーは復活するチャンスがあります。プレイヤーが戦闘で倒れてしまうとプレイヤーは鶏の姿に変化。この状態で銃はもちろん使えません。ジャンプとダッシュのみでの操作になってしまいますが、この状態で15秒間逃げ切ればその場で復活が可能。チキン状態である程度攻撃を受けてしまうと完全にゲームオーバーとなってしまいます。しかし遮蔽物などうまく利用して逃げ切ることも可能な場合もあるので、最後まで諦めるな。初心者やヘビーユーザーでも楽しめるバランス仕様の本作、ぜひプレイしてみてください。Apex Legends。 2019年サービス開始からプレイステーション4では今一番盛り上がっていると言ってでも過言ではないバトルロワイヤルゲーム。本作はレジェンドと呼ばれるキャラクターを選択しバトルを開始。本作のいいところはまずノックダウン状態になっても自分の周りにシールドを貼ることができます。このことによってバトロワゲームではよくありがちなノックダウンされたらもはやなすすべがないという状態を回避できます。さらに本作ではとどめを刺されたとしても復活のチャンスがあり、死んでもゲームは終わりません。もしやられて自暴自棄になって他のことに目をやっていると実は復活していたみたいなのもありがち。近未来な世界観と新しいゲーム設定、加えてキャラクターごとの特殊能力を駆使して深い戦略性とシンプルに楽しい本作、ぜひプレイしてみてください。フォートナイト。本作もまた空飛ぶバスから100人が島に落下し、現地で武器を調達して最後の1人になるまで争い続けるバトルロイヤルゲーム。他の作品と全く異なるのはやはり建築、破壊要素。フォートナイトでは自由に階段、壁、足場などを建設でき、チーム戦では協力して要塞を作り上げたり、個人戦でも襲われた際に周りに一気に壁を作ったりすることで従来のゲームの横移動要素に縦の要素も加わり、戦闘のバリエーションが豊富。バトルロイヤルゲームでは一般的に敵をいち早く見つけた方が有利ですが、本作では建築されたものはその場に残り続けるため敵の痕跡を見つけることが多くなり、建築はもちろん破壊の音も重要な手がかりとなっています。建築のために素材は欲しいが音を立てたくないというバランスがあるので、建築要素がこのゲームの良さを引き立てています。プレイレベルが上がれば上がるほど建築の速度は速くなっていき、上手い人のプレイ映像は何が起こっているのか正直わかりません。また本作ではキャラクターのエモートや衣装なども豊富。敵を倒した後にポップなエモートでオーバーキルしてください。海外では死ぬほど人気で、もはやゲーム界のヒカキン。こんな完成度の高いゲームを無料でプレイできるなんて素晴らしい時代だ。
PUBG。 今回の動画テーマでもあるバトルロイヤルゲームを全世界に広めた火付け役ともいえる本作 PUBG。 いくつものバトルロイヤルゲームを紹介しましたが、やはり本作は完成度が高い。本作はシンプルに1ゲーム最大100人まで参加したプレイヤーが最後の1人になるまで戦うバトルロイヤル。マップの大きさは約 8km。マップの中にある建物や建造物の周囲にあるアイテムや武器を拾って100人のうち1人になるまで戦うシンプルなバトルは、本作の特徴的なルールが生存可能な範囲が徐々に狭まること。ゲームが始まって一定時間が経過するとマップに白色と青色の円が表示され、時間経過とともにマップは縮小、円の外側に行くとダメージを食らうので自然と狭いエリアにプレイヤーが集中するといったバランスが調整されているゲームシステム。もちろんライフは一つきり。10位以内になりエリアも狭まる中、どうやって生き残るか、一人一人減っていくにつれ心臓バクバク、そしてタイマンで勝った時の達成感。フォートナイトと比べて今作は息を殺して敵を探し、そして殺す、全ての音を消しましょう。まるでキルアのように足音を消すのも癖づけなければなりません。そのハラハラ感を楽しんでください。本作はプレイするごとに自分のスキルが上がっていくことを実感できるゲーム。全体的に完成度は高く、有料ながらも永遠に遊べてしまいます。この手のゲームをプレイするならまず本作。というわけでいかがだったでしょうか。 PUBG のおかげでビッグウェーブが起こったバトルロイヤル作品。私キャベツあんま来たらめっちゃ切れそうになるタイプなので、 PUBG で仲間に車で引かれまくった時は YouTube で聞いたら死ぬっていう曲を調べてボイスチャットで流してやりました。多分あいつはもうこの世にいない。皆さん仲間を車で引くのはやめましょう。じゃあこの動画が良かったらチャンネル登録やグッドボタン、サブチャンネルも作ってるので登録お願いします。じゃあ次の動画で会いましょう。キャベツでした。ほなまた。Right.